アイドルグループ、乃木坂46の遠藤桜、21のファースト、魔獣、可憐、10月3日、発売、集営者より4日、振り返り水、カットが解禁された。今回公開されたのは、先、公開された初解禁水着カットの別カット。美、朝と大人っぽさを兼ね備えた、すらり飛び、い、バックショットで、ビヒップを披露してい。また、 全国11カ所でのパネル展も開催決定。着用、層のテイストでまとめたテーマや、写真集内、披露した、ヘアアレンジをまとめたテーマな、雑誌、ノン脳で専属モデルを務める遠藤らしいテーマが設定されている。同志写真集では、吹奏楽部、第2何度も訪れたという名古屋国際会議場、インチュリーホール、家族でよく出かけたとい、名古屋港水族館など、 ゆかりの地での撮影を行。遠藤自身も子供の頃みたいな表情をし、いると語るほどの元の表情を切り取ってい。沖縄の撮影では初の水着ランジェリー化に挑戦。長い手足がさらに際立ち、海辺での照らし、他表情やホテルの一室での大人びた眼差しとハッとさせる表情を見せる。公式 X、Q、つい、作の本では今後いろいろな企画を 発信予定都市、いる。パネル店店舗、テーマ一覧、紅茶、頬、新川通り店、花と、くちゃん、渋谷つたや沖縄の、くちゃん HMV& ブックス渋谷、お茶目なさくちゃんタワー、コード渋谷店、くちゃんヘアスタイルダイアリー、木、国屋、書店新宿本店、はにかみくちゃん、星、書店近鉄パッセ店、名古屋のくちゃん、木、国屋、書店梅田本店、 カジュアルな作ちゃん、ヘモビブックス震災橋、フェミニンな作ちゃんツタヤエビス橋、もぐもぐ、作地、ん、タワーレコード、梅田乳舎山地点、走れ、作、ヤンヘモビブックス博多、ニコニコ作ちゃん。